はい、裸の大将山下清ですね。あの人っていうのは幸せを感じたいものですけども、そのお金がかからない幸せもあれば、お金で買える幸せもあるっていうふうな選択肢のことじゃないかなと思うんですけどもね。そうなると、例えば綺麗な景色が見たいなとか、そういう風に吹かれたいなっていうぐらいで幸せを感じれる人っていうのは、まあ、あのコストパフォーマンスがいいとも言えますし、物がなければ幸せじゃないって瞬間もあると思うんですよ。例えばあの大好きなね、甘いケーキをたくさん食べて、ああ幸せっていうふうに思いたい人っていうのは、そのケーキそのものを食べなければ幸せを感じれないわけですから、そのケーキをお金を払って買うってことになると思うんですよ。そして食べるってことになると思うんですよ。ただしそんな瞬間ばかりじゃなくて、ケーキは食べられないんだけども、でも、うん、素敵なね、こうなんですかね、カタログを見てね、なんかこういろんなものを買った気になったりとか、いろんなことを想像したりとか、旅行に行った気になって幸せに浸るってこともできると思うんですよ。でそれであるね、宗教の関わりの中で、その幸せを感じる秘訣っていうので、そのセミナーがあったんですよ、エクササイズで。まずはあの、まあ、人に対して誰と一緒にいたら幸せかっていうことをこの中で探しましょうって言って、こう探すわけなんですよね。で、誰と行ったら幸せっていうふうなことが、パートナーがいたらその人と一緒に座ってくださいみたいなことをするんですよ。でもみんながみんなそういう人を見つけられないわけじゃないですか。そうなったら自分のこの人といたら幸せっていうのが近くにいなくても、その人が隣にいるってことを考えて座ってくださいっていうわけなんですよね。でそういうふうにやると、でも今特定のそんなね、気になってる人とかいないし、うん、特に離れ離れになって好きな人もいないし、まああれだったらアイドルさんや映画スターでもいいんだけども、想像する人がいませんよっていうことはどうするかっていうと、自分のこういう人といたら幸せだなっていうふうな理想像を想像して、その人と一緒にいることをイメージするんですっていうわけなんですよね。でそうなると、さっきの段階と今回の段階の間には、その創作物って言ってね、例えばまあ二次元の、あの漫画とかアニメに出てくるそういうふうなあの女の子とかを想像することもできるわけですよ。でそうなると、そういった漫画があれば、そのイラストがあったら、なんとなく存在しない人と対話をしているような感じになって幸せを感じるっていう、いわゆるの秋葉系の趣味っていうのもね、オタク趣味っていうのも存在するってことが分かってくるし、もっと言ったらですね、あの幸せってのはどうして起きるかっていうと、まあ、想像なり外的要因なり何かが起きた時に、そのアルファーファっていうのが脳から出て、そのアルファーファを出たことを感じることによって脳が幸せっていうふうな信号を受け取るらしいんですよ。そうなると何ら誰かと接触なく、どんなエピソードもなく、ただ目をつぶって瞑想しているだけでアルファーファを自動的に出すことができれば、意識して出すことができれば、常に幸せ状態でいるってことができるらしいんですよね。その時にはもう外的な要因っていうのは必要なくて、もう自分の肉体すら必要ないみたいなところまで来るわけなんですよ。こういうふうな段階を経ていくことが瞑想の、まあ、極意なんだって言われて、なかなか私たちはね、そうは言ってもあのアルファ波を意図的に出すってこともできないですし、何かね、誰かに触れたりとか、美味しいものを食べたりとか、綺麗な景色を見たりとか、爽やかな風に吹かれなければ、ああなんか心地いいな、すごい楽しいなっていうふうに感じれない。つまりは修行が足りないらしいんですよ。そういう刺激を受けなければアルファ波が出ない、もしくは刺激を受けて不快なあの脳波が出てしまうみたいなね、そんなことが起きるから、まだまだなんだっていうわけなんですよ。で究極は自分が今ね、あのその処刑される寸前でも幸せを感じれるかどうかってことらしいんですよね。でその中ですごくあのいいエピソードが最後に締めくくられたのを思い出すんですけども、ある時ね、健康診断で病院に行きました。そうすると末期がんステージ4、もう回復は不可能ですって言われたらしいんですよ。そうするとね、余命が3ヶ月っていうふうに言われて、何という反応するか、いやー幸せだ、生命の大切さに気づけた、あと3ヶ月生きられるんだ、どういうふうにすればいいんだろう、もう4ヶ月以降のことは心配せずに、老後の心配もせずに、3ヶ月に集中すればいいんだなっていうふうな、時間の大切さに気づけたっていうふうなね、まあそんな一コマがあるんですよ。その次に、友達にお金を貸したら、3000万貸したら、とんずらされたと。で、負債がこっちに来ちゃったみたいな形で、よし、お金より友情守れたぞって言ってか、その人はなんか幸せを感じてるんですよ。でもう3ヶ月経って臨終のところに着くわけですよね。その時に思うわけですよ。いやー死ねる、幸せだな、こんなクソみたいな世の中とおさらばできる、やったハッピーだって言って死んでいくらしいんですよ。どんな時でもね、幸せを感じることができるっていう幸せの達人の話でした。